さん、マンシテ、フラムをボコって首位復帰。グバルディオルも最近決めるし、フォーデン PK なしで今季17点目はやばい。グバルディオル、グリーリッシュより本格ハウイングのような動き出しをしててちょっとおいおいってなってる。グバルディオルってカンセロ化してる？攻撃に特化していって守備できなくなっていなくなったりせんよな。守備力は衰えんよな。いつも通り押し込んで余裕で勝ったって試合だったな。それにしても終盤のシテは強すぎる。グアルディオラのチーム作りってやっぱ超うまいんだな。今日のベルナルドはうますぎるし、フォーデンは賢すぎるし、全体として綺麗なサッカーすぎるな。シテがプレミア優勝したらフォーデンがリーグ MVP 取りそうな感じだな。今季の活躍エグすぎるし。相変わらずアーセナルに全く希望を見せてくれないな。やっぱアウェイスパーズに期待するしかなさそうだけど、直近のスパーズかなり調子悪そうなんよな。うん、ダメだこりゃ。終盤の回転トラップからバイタルへの運び、フォーデンの飛び込み。逆足でもコーナーつく誘導。いつものシテ、参ったね。一生してうまいだけでツイートすることもないし、マジで虚無状態で試合見てる。シテに何をすれば勝てるか想像できない。トッテナムも勝てそうにないし、こりゃ優勝はシテだろうな。グバルディオルの得点力がちでエグすぎて草。SD の選手じゃない点の取り方するし、しかもまた右足で決めてるんか。シテは相手がプレスに来たらフリーマン使ってやすやすと前進。うますぎて機械みたい。